明日世界が終わるなら手羽元の端の軟骨を食べたい。常の MC はほどほどに。こんにちは、皆さんお疲れ様です。ご機嫌はいかがでしょうか。常井です。常井の MC はほどほどに、ボリューム57でございます。もうだいぶ暖かくなりましたね。ゴールデンウィークも間近ですが、皆さんどんな風に過ごされるんでしょうか。常井はですね、5月の1日にライブをやらせていただきます。新潟の電化ビッグスワンスタジアムにて J2 リーグアルビレックス新潟対ジェフユナイテッド千葉戦、こちらトップカルチャー蔦屋書店サンクスデーということで常井がライブをやらせていただきます。試合前にですね、会場の外のオレンジトラックと、あとスタジアム内でも、ライブを2回ね、これでやらせていただきますのでですね、ぜひお近くの方は、アルビを応援して、そして常井も応援しに来ていただけたらなと思っております。めっちゃ楽しみ。あと5月の3日には常ほどの生配信もございますので、この5月の3日の生配信はですね、ゴールデンウィークということもありますので、時間を少し繰り上げて18時、6時からスタートいたしますので、ぜひぜひお見逃しのないようにお願いします。それではトークテーマに行きます。今回のトークテーマなんですが、前回の知らんがなクイズ、次の常ほど生配信はボリューム何でしょうっていう大サービス知ってるがなクイズを出題させていただいたんですが、それにちなんでるのかちなんでないのか分かりませんが、トークテーマ、大切な人の記念日を忘れちゃった時どうするっていうテーマで難しかったかな、このテーマでお話ししましょうって言っておりました。大切な人の記念日を忘れちゃった時どうする。私は昔だったら、やっぱと思ったら、友達のねお誕生日とか忘れちゃったりとかしたら、忘れちゃったのに会うっていう時だったら、こう無理やりその場で見繕っちゃったりして、なんだ、とりあえずなんかコンビニでケーキ買ってみたいなんでその場でやっちゃうみたいなのだったけどね、その日が大事みたいなのあったけど、今ねちょっと今だったらちょっと仕切り直してもう一回改めてちゃんとお祝いさせてみたいにするかもしれない。こういうね、なんか私が初めて生き量に出た時は、その当時付き合っていた彼氏に、付き合って初めての誕生日を忘れられた時に私が生き量になって出てったらしいので、皆さん生き量になって出られないようにですね、恨まれないように、どんな風に対処するかなと思って、ちょっと難しかったかもしれないんですが、こんなトークテーマを設けました。メールいただいております。読ませていただきます。ほどほどネームよっぱさん、こんにちは。常井さんこんにちは。やったー、知ってるかなクイズ見事正解。生き量に会えるようにツネティかっこ黒とスウェットかっこ白を着て待ってます。これ私が前回白と黒の服を着て待っててくださいって言ったからだね。未だに生き量に会えないのは本物のツネイさんに会えてないからなのかな。酔いたら九山園ライトアップイベントに行き、生き量遭遇確率をアップするぞーかっこ謎。スピリチュアルなイベントでしたよねかっこ笑い。そうですと言えない感じ。今週の知らんがなクイズ、次の常ほど生配信はボリューム何？5月3日に行われるってことで、単純に数えると答えはボリューム58ですね。純粋無垢な私は素直にボリューム58ってことにしときます。今週のお題、大好きな人の記念日を忘れちゃった時どうするですが、聞いた話ですが、韓国のカップルって記念日が多いんですよね。そうなんだ。毎月14日とか、通算22日、49日、100日とか、まあ付き合い始めのラブラブ状態なら忘れることもないですね。うちの場合はそれほど記念日は多くないですが、入籍記念日と結婚記念日は別で分けています。
結婚して10年くらいは入籍記念日も必ず祝ってましたが、一度忘れてからは、気がついたらでいいんじゃないくらいの感じになってます。なるべく忘れないようにリマインドはしてますがね、汗、本当に大切な記念日を忘れたらごめんなさいして倍返しかな、ではまたメールしますと。ごめんなさいして倍返しってそうだねそれが一番いいというか、なんか素敵韓国のカップルは記念日多いんだ。14日、22、49日、100日、なんかあれだね、法事みたいな法事みたいとか言ったら怒られちゃうね。そうなんだ、大変だ。なんかね、あの1ヶ月、2ヶ月とかそういうのとかさ、ほら100日とかって言ってる人はいるかもしれないけど、難しいね。あと、あの結婚記念日とかって、結婚記念日じゃないわ、あの結婚何年みたいなのって1年目から10年目までも何婚式何婚式があるんだよね。なんかなんだっけ、わらとかさ、なんか綿とか布とか、そういう革とかさ、そういうなんとか婚式、金婚式銀婚式とかじゃなくて、もうすっごい細かいやつあるんだよね。調べてみると面白い、面白いよ、見てみてほしい。次、ほどほどネーム、単身赴任中のニノさん、常井様、番組スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。よっしゃ、知らんがなクイズ当たり、コンもサービス正解ありがとう。そろそろジャンピングチャンスが来るかな、かっこ来ねえよ自分で突っ込んでる生き量ゲットしたので、白 T シャツと黒パンツで待ってます。で、次の常ほど生配信ボリューム58、どうやら裏はないらしい。トークテーマの大切な人の記念日を忘れちゃった時どうする、だけど確かに結婚して3年ぐらいは記念日に贈り物してたし、子供が小さい時は誕生日を祝ってあげたけど、今となっては家族間で記念日の感覚がとても薄いのね、お互いに。誕生日のおめでとうもほぼないし、あら、普段離れているので誕生日に LINE もらうと割と嬉しいけどね。うん、わかる。決して忘れてはいないけど、記念日に何するわけでもないので、うん、答えになってないけど勘弁。じゃあ今回はこの辺で、それではと。ありがとうございますね。家族とこう離れてると、なかなかこうあえてお祝いをみたいなのがね、どんどん薄れてきちゃうんだよね。あの母の日とか父の日とかも、なんか私5月の後半の頃に田植えで実家に帰ったりするから、その時にもうまとめて父母の日って言って、もうなんかまとめて2人に何かプレゼントとか、そういう感じにしちゃっているので、なんかね、もっと出世したら、あのこまごまと贈り物をしたいと思いますなんかでも、そうそう、 LINE とかでね、おめでとうって来るだけでも嬉しいよね。すごくわかる気がする。でも、あの意外と忘れちゃったり、日付超えちゃったりとかしてから、ごめん、そういえば誕生日だったねみたいな、遅れてくれても結構嬉しいよね。誕生日がまだ続いてるみたいでさ、だから、あの前もってお祝いしてもらうのももちろん嬉しいんだけど、後からお祝いしてもらうのも嬉しいよね。なんか誕生日ウィーク、誕生日月間みたいなさ、長く続いてるみたいで、結構私はテンション上がるありがとうございます。YouTube にもコメントいただいてました。倉井さん、生き量ほど怖いものはないあとね、前回のトークテーマの、もう食べなくてもいいやっていうものについてもね、コメントいただきましてありがとうございました。さあ、それでは知らんがなクイズの正解の発表に行きたいと思います。今回サービス問題でございました。問題が、次のつでほど生配信はボリューム何でしょうっていう問題でございました。正解はじゃらら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 じゃん、ボリューム58でございます。もうおめでとう、おめでとうございます知ってるかなクイズでございますね。本当にもう知ってるかな
このクイズに、正解された方のお家には、常井の生き量が、お邪魔しますので、ぜひ常井が喜びそうなものを用意してお待ちくださいちょっと雑になってる今回も問題を出題しますと言いたいところですが、次回は常ほど生配信ボリューム58でございますので、5月3日の、生配信の放送内で、発表いたしますので、皆さんコメントで知らんがなクイズに回答していただきたいなと思います。ゴールデンウィークで18時から6時からスタートなので、ぜひ皆さん見逃さないでください。そして次回の生配信、こんなトークテーマで、皆さんからメールやコメント募集しております。次回のトークテーマは、バラードを聴きたくなる時ってどんな時っていうテーマでお話ししましょう。バラードを聴きたくなる時、なんかね、曲調によってさ、その時のテンションを左右したりするじゃない、音楽って。例えばさ、失恋をした時とか、仕事帰りはバラードを聴きながら帰るんだよねとか、あと寝る前にバラードを聴くとか、まあそういうのでもいいですし、なんかこういう時にバラードって聴きたくなるんだよねっていう、ちょっとね、音楽っぽい話を、していきましょう。メールやコメントでお待ちしてます。その他にも内容はどんなことでも OK でございます。メールアドレスは hodo@tsunei.com、 hodohodo@tsunei.com まで。そして YouTube のコメント欄にもコメントたくさんお待ちしております。そしてこの YouTube、常井オフィシャルのチャンネルなんですが、チャンネル登録1000人を超えたら配信ライブいたします。たっぷり音楽を聴いていただけるチャンスになりますので、頑張って1000人目指したいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。常井の楽曲も引き続き愛してください。 iTunes、Apple Music、Spotify、LINE Music などでお気軽に聴いていただけます。そしてオンラインストアでは CD やグッズ販売中でございますので、ぜひぜひ常井オンラインで検索してチェックしてください。次回の生配信は5月3日18時からでございます。そして5月の1日ビッグスワンでライブしますので、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。今回も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。最後は動画でお別れでございます。今回の動画はあれが淡島ですでございます。それでは皆さん、次回は生配信でほどほどに元気でお会いしましょう。はちゃのあれが淡島です。